こんにちは。模型のロマンを探索する模型所、探索です。今日はこの胸のマークを押すとバージルの目が光るこのポートレートなんですけど、これのこれ面白くて今までにないアイテムだと思うんですけど、このスイッチが、ちょっと待って、これを開ける、ちょっと待って、よいしょ、あ滑り落ちたこのスイッチが結構な、よいしょよいしょ、ほら押しててもさ、ピカッとなかなか光らなくて、でこれは緊急時に使い物になりませんということで、今回はこのスイッチを軽くする方法を紹介します。で、この方法は探索団のデウラさんからの解決策になります。で、これから紹介する方法はデアゴさんの、デアゴスティーニさんのサポート対象外になりますので、よろしくお願いします。なので壊れても私のせいにしないようにしてください。じゃあこれ開けます。で、これは硬いビス3本外さない方法でいきます。やっていきます。これを開けまして、塗り壁、のだぽんさんが塗り壁って言ってましたけど、ローバシンさんがスケキヨって言ってましたこれを外します。まずこの2つを外して、そしたらこの、ここを、結局ここを押すと光るんですけど、これが硬いので、ここに 0.3 から 0.5 ミリのプラ板か厚紙を貼ります。で、6ミリぐらいに切り出す方法なんですけど、まあ私はこのタミヤの 0.3 ミリの厚さを使います。でもこれが入ってた箱の厚紙でもいいと思います。白い箱で、これを直径6ミリぐらいに丸く切りたいんですけど、このプラ板を。で、このスイッチの直径がノギス、ここを測るとだいたい直径が 6.、 ここ直径かな、 6.7 とか、もうちょっと 6、 まあ 6. ちょっとあるんですけど、あるので、これが 6.3 ミリぐらいなので、まあ、6ミリ以上あるので、それよりちっちゃい直径の大きさでこのプラ板を切ります。それで、このパンチが、パンチ、これ前回買った分じゃなくて普通のパンチです。パンチのここの大きさが測るとだいたい6ないぐらいなので、よいしょよいしょ、これで開けます。ということで、ちょっとやってみます。よいしょ。で、浦さんよく考えるな。みんながそれ多分ね、困ってたと思うんだよね。それでなんかやりすぎてここに爪の跡が作っていってたし、解決していきましょう。じゃあ行きます。お、あ、だたさん揺れる揺れる。はい、じゃあ行きます。もったいないから端っこ使うか。あ、そうするとこっちも切れちゃうから、1個でいいからこれでいくか。せーの、パチン。ちょうどいいんじゃない、これ。よいしょ、じゃーん。
あ、どこ行った？あった。じゃん。綺麗な丸が、まあそりゃそうか、できました。じゃあこれを両面テープでここに貼り付けますね。ここに。でもなんか曲がってるな。やっとこで平らになるかな。なんか曲がっちゃった。じゃあちょっとやっとこで平らに、この広い面使いますか。あ、ここね、取れちゃった。ここジェルが、ほら、ここだけなんか爪が乾燥してるところは取れやすいんだって。はい。でももうすぐ7月だから、そろそろ新しいネイルにしようかな。ぎゅーっと平らになるかな、これで。ほい。おー、なったなった。じゃあ次がちょっと難しいかも。これを両面テープでくっつける。じゃあこの強力なやつで、これをハサミで、どんぐらいかな、こんぐらいかな。ちょ、ピンセットやるか。じゃあこの両面テープをここに、くっついちゃった、ちょっとくっつけて、お、あ、ちょうどいい、 OK だね。こうやってくっつけて、これ剥いで、よいしょ。でこれをくっつけます。お、ぴったしじゃない？ちょっと待って。よいしょ。できた。じゃーん。いいね。いい。ちょっと押してみる。お！よーし。できました。じゃあこれ戻します。またほっぺたが光ったりしてこうして、こうして、なんかここにもカバーが欲しいわ。そして戻す。これなんか硬いんだよね。頑張れ。違う？いや違わない、合ってる。よいしょ、できた。はい。じゃあこれでお蓋して、ここかな。はい。じゃあ光らせてみます。あ、すごい、超軽い。ちょっと電気消していきます。おすごい。見て見て、この軽いタッチ、もう全然力入れない、入れなくて大丈夫。わー、感動、すごい、大成功でした。デウラさん、ありがとうございました。じゃあこれまたここにしまっておこう。しまっても、しまっても光るんかな、これ。いや、しまったら光らないか。光る、すごい。皆さんやってみてください。簡単でした。またねー。
ありがとうございました。ペコリ。ということで、今回はサンダーバード秘密基地ご覧いただきありがとうございました。よかったら励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みの方は高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。